今回、猫物件で立花治役を演じました細田かなたです。DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の小宮山遥です。まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい自分としてもあの瀬形三四郎の当時大ブームを起こして今もなお人々に、まあ、セガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは本当に自分としてもありがたいことだなと思っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね、でもなんかその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、なんか最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうんだ、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね、なんかその私が選んだテーマに対してなんかどういう作品が集まるのかなっていうのをすごく、なんて言うんだろう、ドキドキしながら読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのをなんか読みながら考えたりしてました。なんかどう動いていいのかというなんか模索しながらだったので、なんかすごい緊張しました。当たって砕けたその後の方の大丈夫ってなんか自分に言い聞かせてるセリフがあるんですけど、なんかすごい、なんて言うんだろう、なんか強がってる女の子みたいなっていうのがなんかすごい印象に残ってます。そうですね、めちゃくちゃ難しかったですね。なんか、なんて言うんだろう、なんか、そうですね、難しかったです。なんて言えばいいの、はい、そのこれからの、なんて言うんだろう、私についてのこととかも書いてくださったり、なんか、なんて言うんだろう、すごい未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品をなんていうんだろう、なんか別の人に見せたくて髪型を変えていただいたりとか、自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、本当に多くの作品を
投稿していただいて、すごくなんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛のなんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたように、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形で、スタッフさんたちとすごい喋りやすいというか、仲良くさせていただいたので、すごいリラックスしながらワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか、なんか100点中100点でありたいです。この表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフモフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードはあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、この弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、でそのできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。それは用意できたんですか。はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、橋場夏実です。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら困っちゃいますけど、いけると思います。あ、はい、すごく緊張しました。見てたんですよ、僕、オイハンさんも、はい、はい、出演が決まる前から。なのでこのやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、はい、やってました。 au ハロプロ携帯図鑑株式ファクトリーの浜浦彩乃です。はい、私が持っているのはこちらの携帯です。こちらは2015年に発売された携帯みたいなんですけど、すごいピンクでね、すごい私メンバーカラーがピンクなのでちょっと愛着が湧きますね。私は au さんにはずっとお世話になってるんですよ。私がハロープロジェクトに入った時にこう携帯をね、お母さんに買っていただいたんですけど、その時にもう私 au だったので、もうずっとずっと、まあ、これからもね使い続けていきたいなと思います。バイバイ。今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使って、よく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とか、タブレットとか入れてるときはこれにします。最初は…はずいな、歯ブラシ。これはなんか歯ブラシってなんか普通なんかビニールみたいなの多いじゃないですか。これ黒くてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを持ち歩きます。まあ絶対持ち歩くのはこの、イヤホンですね。でこれがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の佐野勇斗にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようかなと思って、鈴なってなくさないんで、めっちゃいいです。で、まあ、充電器ですね。でこれはまあ本当にいつもマネージャーさんに充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど、春の後です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、
人になんか普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。リゼロの夏木すばるですね。久々にすげえハマった本当にすごいですよあの人すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てて、いやちょっと待って頑張ってと思う時あるんですけど、それでもちょっと何かなって思ってました。結構一気見しちゃって、久々にウェブじゃないですか、でも本当だから僕ウェブはあれなんですけど、小説とかもうすごいちょっと久々に面白い一途なんですけど、やっぱり自分にないものを求めちゃうじゃないですかいやなんかあんな熱くまっすぐかっこいいなって主人公だなって思っちゃう。僕だったら村人 A とかなんですけどあんなスーパーヒーローになりたいなって思っちゃう。アニメっていいじゃないですか、なんか、うん、そうなんですよ、主人公っていいなって思っちゃう、かっこいいなって思っちゃう。僕リゼロはちょうどアニメ離れた時期にやってて、まあ、本当最近なんですよ、アニメまた久々に始めたの、うん、こんな今すげえまた面白いアニメやってると思って久々にすごいハマったんで、もう一回一からアニメを見始めた。映画で逆光の頃っていう映画を最近やらせていただいたんですけど、その監督の方で凡人の監督なんですけど、小林監督っていう方なんですけど、すごいあんまり数少ない僕のアニメ画を一緒にお話しできる方で、リゼロは見た方がいいって分かりました。僕は初めてかな。早乙女優です。私はですね、今年から大学生になるので、昨年よりもより一層こうお仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とかお芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい、水沢太郎です。好きな映画はトランスフォーマーズですね。車が好きで、街に帰る、その中でいろんな好きな車がいっぱいある、それが好きです。好きな漫画だとブリーチとかテラフォーマーズとか、ね、そこら辺ですね。ないです。見るときその風景画を描いてるとかじゃないので、個人的に風景画を描いてるのが好きで、スピードが速くなってくる、あれがすごい見てて好きなんですね。いないですね。あえて自分の中でなりたい俳優さんとか尊敬する人は作らないようにして、相手に怪我をさせないとか、相手と人と関係することの方が多いと思うので、相手の人に対して失礼がないように心がけてます。今までやってきたものの役をまた違うところで違う形でやっていきたいと、その一本一本を今は細い状態、それをさらに太く太くしたいなと思ってます。じゃあいきます。普通のっていいですよね。今どんなやってるか分かんないですけど、普通のでいきます。オスカープロモーションの吉田リリカです。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか、少し不安なところもあったんですけど、すごく近くにも僕の一番を持っている方がいらっしゃって、で僕のことも知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。私は今年で芸能っていう業界に触れたのが今年から初めてなので、やっぱりいろんなことをお姉ちゃんに教えてもらって、まだまだ未熟なのですが、これからもお姉ちゃん教わって、頑張ります本当に歴史あるビビ国宝級イケメンランキングの
ネクスト部門にランクインして、しまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげだと思いましたので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて、自信を持ちたいとこれから思います。はい。川瀬理子、21歳、愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。俳優の道見明です。今回はこちらの那須居坂走らせていただきました。こんなね、不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。高校3年生、17歳、糸原みなみです。将来はモデルや女優、様々な分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので、応援よろしくお願いします。あ、もういいですか？待ってますか？はい、待ってます。なんか自分がなんか緊張するな。一番緊張するわ。います。皆さん、こんにちは。中島健です。本日は、なんと、スタジオをね、お借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速、呼んでいきます。どうぞ。え、なってますよね。最近できるようになりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったし、わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや、絶対なってないですね。あの、今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか、はい、人に教えることが好きなのと、人の前に立つことが好きだったので、学校の先生になりたかったです。ゆか先生。え、でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか？え、でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか？いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね、今日。皆さん、そうですよね。どうしたの？学校終わってから来た？あ、早退してきた。早退、宿題はちゃんとやるんだよ。いやー、ようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか？聞いてる？聞いてる？偉いじゃん。先生の言うことも聞いて、友達に優しく、みんなでね、楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね、仮面ライダーになれるからね。皆さん、こんにちは。東京都市の2022イメージガール A クラスの北川美玲です。私、初めてのオートサロンに参加させていただくことができてとても嬉しいです。A クラスみんなで盛り上げていきたいと思うので、皆さんもよろしくお願いします。子供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、トーマもやっぱ自分のファンタ、自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。で、子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見、物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督にが組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅くまで、遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、その中最後アフレコをやったんですけど。トレンビーをご覧の皆さん、こんにちは。村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。
ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初の本を読ませていただいた時のレミチが演じたすぎて仕方なかったっていう、そのまだ決まる前ですけど、もう絶対やりたいっていうところが大きくあって、リーさんもだから決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがずっとあった感じでした。その現場入ってたけるさん、もう僕はもう本当ちっちゃい頃見てたたけるさんと同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい。どんな唯一無二女優さんになりたいなと思いますね。なんかよく事務所の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよく凛は唯一無二の女優になるんだよってよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思って。最近思うことは時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでも、なんかこうすごく1年が今なんか24時間でもすごい早い、1年経って2年経ってってこうやっぱりこうものすごく早いから、なんかパッて思いついた時に何かすぐやるぐらいの速さがないとなんかダメだなってすごい思いますね。どうも、桜井海人です。さあ、ということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ？きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッて見た時にドラムのトモヤさんのこう動きとかアグレッシブなドラムを叩いて、こう見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったからです。ファンに一言。みんな、いつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年でハロープロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というかハロープロジェクト人生、アンジュルム人生をこう何一冊にこういう一冊に残せるだなという、本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤枝良樹です。リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中で本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべくこう万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持ってなるべくこう常にこう自分に自信を持っていたいので、まあ、多分万人に好かれるって多分ものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ、もしもイケメンだけの高校があったらが毎週土曜に放送中です。現在様々なイケメンの定義が人によってこう違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。
はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができて、バレエの衣装を着たりとか、ピアノも弾けたり、テニスもしたり、いろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけどでもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱりまあ嬉しかったっていうのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、まあ、いかにどう猫と接するかっていうところで、でまあおさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、その、まあ、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と接していこうかなっていう、そのなんか不安みたいなのはありましたね。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。上大迫勇気です。今回は今まで書道を習っていたことがあったので書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったり、こう他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。向川真由香です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、新高校3年生の17歳です。4月10日が誕生日なのでもうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんになっている日本舞踊です。踊ったりしてます、そう思って。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画はオタクに声が難しいとラストレターとキョキャを見てます。もうちょっとしたら見たい映画もいっぱいあるので見たいです。で、出身地は京都です。高校で上京してます。京都弁は千春とかそういう感じで地元に、今は標準語で喋ってるけど地元帰ると関西弁になります。血液型は測ってないので確かじゃないですけど多分大型です。YouTube ではカフェ巡りとかしてみたいのと、あとは YouTuber さんとコラボとかそういう動画が撮りたいなって思います。最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますが、楽しんで皆さんに見ていただけるような YouTube にしたいと思います。よろしくお願いします。バイバイ。関東地方準グランプリの那須タイトです。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとテッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバあります。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれを剣玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。いきます。あーくそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。驚きと喜びと
水着のお仕事を本格的に始めるきっかけだったので、すごくドキドキワクワクした気持ちでした。中学校の時はあのバレーボールをしながらあの友達とふざけ合ってました。バレーボールはどこのポジション？1年、2年生の時はあのセンタープレイヤーな、分かるかな、日向翔陽みたいなやつでした。で、3年の時にエースみたいなことをさせられてました。すごい、はい、で高校でもバレーを3年間続けて、1年でセンターで2年で右側、3年でまたエースみたいな感じで。素振りみたいな。素振りアピール任せてください。WWS チャンネルをご覧の皆様、林田真宏です。今日の私服のファッションポイントはこの大きめのニットです。ちょっと萌え袖な感じとかモテそうだなと思って着てきました。はい、超10代のファッションショーに出るのは2回目なんですけど、私ラスト10代ということで若い子たちがたくさん出るんですけど、若い子に負けないように頑張りたいと思います。はい、この春気になっているアイテムはパーカーです。最近パーカーすごいハマってて、白と黒しか持ってないので、ちょっと明るめのピンクとか青とか春っぽい色を着てみたいなと思います。ポーズするってわけじゃないんですけど、なんだろう、ちょっとダボっとした女の子になりたいなと憧れてるので、はい、最近ハマっていること荒野行動です。これ iPhone のアプリで、なんだろうな、銃で人を撃つゲームなんですけど、ストレス発散になって毎日してます。はい、今回超10代にまた出させていただけることになりました。ありがとうございます。若い子たちのパワーをもらいつつ、私も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、マセリンです。狼ちゃんと狼くんには騙されないが、8月14日から毎週日曜日夜10時より放送となります。僕のありのままの一面が見れると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、谷岸玲奈です。舞台さくらジャパンインザボックスが明治座にて上演中です。この作品は異次元の世界へ迷い込んでしまった女子高校生のさくらが、美しくも不思議な国日本の壮大な物語の旅を通してあることに気づく物語です。私は主人公さくらを演じます。この舞台は春夏秋冬をテーマにしたお話で、さくらという子は一歩勇気が出ない女の子です。いつも勇気が出なくて友達ともうまくいかない子で、でも明治座でいろんな体験をして最後に勇気が出る素晴らしい女性になるというお話です。ぜひ劇場へお越しください。谷岸玲奈でした。そうですね、まあどこっていうよりかは、まあ、自分のその役のことになるんですけど、まあやっぱヨタスケ愛というか、まあ彼のキャラクターって結構生身の人間がやるとだいぶ強く見えてしまうというか、まあヤトラに対しての言葉だったりとかどうしても強くなってしまうので、そのツン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 デレツンのそのデレのところをに命をかけてたので、でもあの大福を食べるシーンでいかに大福を伸ばすかとか、あとあの合格発表のところで最後ヤトラにちょっと手を挙げて、もうあんなのヨタスケからしたらもう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 一世一代の、だいぶ終盤だけどね。多分初めてで多分僕のことを全然知らない方も多いと思うんで、軽く自己紹介できればなと思ってるんですけど、あの一応横にあの友達兼アシスタントみたいな可愛がってる同い年がいるんですけど、よろしくお願いします。まあ多分後々
まあ、この今度から多分顔出ししたりとかもあると思うんで、ぜひ皆さん可愛がってあげてください。こんにちは、東京パフォーマンスドールの桜井咲です。今回ですね、浄瑠璃坂を今走りました。もう太ももがパンパンで、明日はきっと筋肉痛でしょう。ぜひ皆さん見てください。頑張りました。こんにちは、小西瑛斗です。今日はですね、久しぶりの YouTube になります。すいません、全然投稿できてなくて、サボってたわけじゃないんですよ。なんか投稿してなかったですね。はい、というわけで今日は久しぶりということで、あの近況報告をしようと思います。結構ゆったりな動画になっちゃうと思うんですけど、近況報告だったり、まあ、告知もちらほらとあるので、そちらをしていきたいと思います。あの、僕鼻声です。花粉がすごいんですよ今。くしゃみも止まんない、目もかゆい、顔全部痛いみたいな。頑張っていますが、やっていきましょう。ミスマガジンでのオーディションの思い出はショールームのショーレースです。まあ、あの時一番ファンの方がより一層身近に感じられました。初めて一人だけの撮影ということで、とても緊張していたんですけれども、あのスタッフの皆様がすごく温かく楽しく盛り上げてくださったので、私も安心して力が抜けて、結構実力を発揮できたかなと思いました。海での撮影が一番心が思い出に残っていて、結構はしゃいだんですけど、海に入るのも久しぶりなので、とても思い出になりました。皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。一番デビューですかね。でも今年は1月22日の XJAPAN の YOSHIKI さんに楽曲をね、提供してもらったので、NGO を立ち上げたきっかけというのは、5年前にガーナに帰っていて、その時2ヶ月滞在することになったんですけれども、その時に友達もすごく増えて、首都のアクラでご飯を一緒に5、6人で食べていた時に、後ろから誰かに肩を叩かれていて、お金をちょうだいって言われたんですね。で、こういうのをトーンからして子供だということはすぐに分かったんですけれども、ずっとこうあげないよって言っていて、しつこかったので振り向いた時に、その子供が、まあ、おそらく5、6歳ぐらいの子供だったんですけれども、その時の自分に、同じ年の頃の自分にすごいそっくりだったんですよ。で、その時にすごい衝撃を受けて、もしかしたら自分が彼だったかもしれない。でも自分は彼でもなく、こう自分として生きて、そして日本というすごく、まあ、経済的に恵まれた国に来て、でいろんなことに挑戦をするきっかけを得たっていう、それだけで幸せなことだなということを感じて、で日本に来たのはきっと何かの縁だと。で、環境そのものがもしかしたら、人間に与えられた才能の一つかもしれないと思って、それを何が優れてるとかじゃないんですけれども、できることをその中でやるべきだと思って、その子供との出会いを通して、こう学校、この子どもたちの教育とか、その子ども、そういう子どもたちを守れるこう個人というか養護施設を作っていきたいなっていうのが最初の始まりでしたね。自分はじゃあ何ができるんだろう、何があるんだろうということをすごい、それから1ヶ月ぐらい考えたんですけれども、もうできることはあまりなかったので、仲間たちを集めて、信頼できる人を集めて話をして、その時にじゃあイベントをやろうっていう話になって、でいろいろお客さんが楽しんでもらえることをしようってなって、で初めてこうイベントをやって、まあ、それが NGA のこう基礎になったんですけれども、まあ、それ初めてイベント始めたのはちょうど思い立ってガーナから日本に帰ってきた後に4ヶ月以内に最初のイベントをやることになりましたね。僕自身ももしかしたらガーナに帰ってなければ、自分のもう一つの母国であるガーナに興味を持たなかったかもしれないぐらい遠い国だと思ったんですよ。だけどやっぱそれを近くするためには、なんか勉強みたいなこととか押し付けてもしょうがないと思ったんですね。だから誰もが楽しめるイベントを企画しようと思ったんです。誰もが楽しめるイベントを企画して、みんなが楽しみに来る、そこでちょっとずつガーナという国の文化に触れるツールとか、そういうものを整えておくんですね。でお客さんが楽しみに来て、楽しんでくれた誰かがガーナにいる子どもたちの自立心につながるっていう、お互いが幸せになるイベントを作ればいいんだろうなと思って、それをずっと心がけて今日までやってきました。イベントは毎年何とか開催をして、その収益でまずその幼稚園が建てることができて、
でこれからは中学校を作ろうと思ってるんですが、でそれで同じようなことをしています。これからいろいろ広げていこうと思うんですけれども、で今年の2月に社団法人として立ち上がりまして、でただそれだけじゃ物事は進んでるんですが、やっぱりこう人の距離が縮まってこないなと、日本とガーナの、それにあたってやり始めたのが夢の音プロジェクトというものなんですが、これはその日本にいる僕と何かの縁でつながった人たちにノートにガーナの子どもたちへのメッセージや絵を描いていただいて、でそれをガーナに送ると、でそれを子どもたちにこう渡して送って、もらった子どもたちが、まあプロジェクトによるんですが、もうそれで終わりっていうことと、あとできるだけやってるのはもらって終わりじゃなくて何かを返そうっていうことをやってます。なのでもらった子どもたちが自分たちができる範囲の中で絵を描く、それを日本に持って帰ってくるっていう、で一人一人にお渡しすることはできないので、イベントでこう飾って、こう自分のノートをもらったのは誰だろうっていう写真を撮ったりとか映像を撮ったりして、それを収めたりして、でせっかくだから例えば絵心賞を決めようって言ってイベントでシールを貼ってもらって、絵心賞に輝いた子供に何かサプライズプレゼントをあげるとかっていう、そうするとガーナにいる人と子供と自分が関わるわけがない、つながるわけがないってみんな思ってたところを、この夢の音プロジェクトを通してつながる。ただそうやってシーンを重ねていくだけじゃなくて、何かこうつながり、歩み寄っていくものをできたら、その方がやっぱりこう世界も変わっていくんじゃないかなって思います。まあ、もともとこのプロジェクトは地域に必要とされないことはしないっていうことが根本にあって、でもう倒壊寸前の幼稚園を建て直しまして、で本当嵐が一つ来たら潰れてしまうと、でそれをなんとか建て直しを終えて、その中にいる子どもたちは実はもう150人近くいます。で子どもたちがいて授業を受けていて、本当に前と比べてすごく安心して学校に通えて、で地域の子どもたちが幼稚園がきれいになったということで子どもたちが増えたんですよ。あんなきれいになったんだったら通わせようってなって、で週末の土日は逆に、教会がなくてすごい小さなところでいつもこう教会を開いて祈っていた人たちが幼稚園を貸してくださいっていうことで、土日は今度は教会として使われているっていう、本当にすごく現地に必要とされている幼稚園ができて、もともとそうなると思ったからやったんですけれども、やっぱそうやって形になったことがすごく嬉しいですね。ガーナは本当に日本から結構距離のある国なんですけれども、すごくこうつながっていることが、昔からつながっていることが結構ありまして、で本当に意外とこう身近な国だと僕は思っています。でやっぱりこの支援はもしかしたら少し遠いことに思うかもしれないですけれども、まずそのガーナにおいてはこうお金がないといい教育を受けられない、それが大きな格差を生んでしまうという現状がありまして、そういう子どもたちとかに対しては全くのサポートがないことがあったりします。なのでそういう子どもたちにこそいい教育を与えたいなっていうふうに思ってます。それがやっぱりこう皆さんにそういう支援していただいたときに、その子どもたちの笑顔だったり、そのいろんなつながりをイベントを通して皆さんにすごく伝えたいっていうのが一つです。そのイベントでガーナということの国の文化、その心の在り方とかいろんなものを皆さんが参加してくれることによってこうつながりを作ることができます。もう一つはやはりそのシードしていただくっていう形が一つ大きいかと思います。こう皆さんがシードとしてこうエニジの方にこう一つの種をこう耕す大地に送る種をですね、もし支援していただけると、それが必ずこう芽が出て木になって、いつか日本にも届く木になったら大きなこう光ができるのかなと思ってます。そういう形を通してすごく皆さんとつながっていきたいと思いますし、皆さんにもその Facebook だったり Twitter だったりいろんな形でこう拡散していただいて広げていただけると、この夢がものすごい早い段階で叶っていくと思います。その夢が早く叶うことによって、こう皆さんが望んでた、こうちょっと期待していた世界がまたすぐに見られるっていうことにもつながってきて、なぜやるのかがすごく感じられると思いますので、ぜひともご協力お願いします。どうも、美脚 YouTuber の岩崎奈美です。この度、私岩崎奈美、こちらの週刊プレイボーイさんに、グラビアを掲載させていただきました。待望のでしょそんなことない。見て、久しぶり、2年ぶりってちゃんと書いてもらってね、嬉しいんですよ。なので今回はこのシュープレを自分で見てみたをやっていきたいなと思います。めちゃくちゃ気に入ってる写真です。
なんかね、周りの、女の子の友達とか、やっぱ結構女性受けもすごいいい写真だった。うん、なすごいよね、なんか本当にこうすごい遠くから見てもインパクトある。すごいね、大変だったの。結構本当に大変だったんですよ。めちゃくちゃ砂漠かってぐらい風吹いてたからな。すごいなって思ったの。これの時本当に大丈夫かなと思って、撮れてるかなって不安になるぐらい風吹いてて、でもさすがプロの山さんだなと思って。こんなにでも面積ちっちゃく、なんかお尻バーンって出したの。もう初めてだった。私はね、結構これが好きで個人的にはね、これが好きなんです。好きな色のね、水着ってなんか可愛い、自分、我ながら可愛く撮れてたすごいね、気に入ってる写真ですね。ね、これは、そう、これはあれなんですよ、こう、バーンって美脚でこう出したんですけど、岩崎意外とおっぱいもあるよっていうのをね、みんなに分かってほしい。この素晴らしい、うん、いやもうね、全部入れてほしいやつは全部入ってるんですよ。実はなんかすごいね、純粋になんかみんなにこうシュークレのグラビアを見てすごい良かったよって言ってもらって、それがやっぱりなんかやって良かったなって思ったんで、なんかせっかくなのでね、この YouTube でまだね、出してないメイキングの映像とかをちょっと撮ったので、ぜひ見てもらいたいと思います。ごめんなさい、見てもらいたいなと思います。それではメイキングスタート。はい、コビットプロレスリボンプロジェクト、コビットプロレスの再生は私の運命、デスティーノだと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします。楽しい面白いプロレスを見ていきます。よろしくお願いします。トランキーロ、焦んなよ。皆さんこんにちは、青春キャラやってます中村真宏です。真宏んポーズ。私はずっと貧乳で、あんまりグラビアのお仕事をさせていただくことができないので、グラビア業界の皆さんに、貧乳の良さをしていただければなと思って叫ばせていただきました。私が1985年に初めてスイスに行きまして、もともとヨーロッパが好きで、いろいろなところへ行っていたんですが、だんだん他の国を行かずにスイスだけに最近はなってしまって、山を歩いて、リフレッシュさせてもらってる国なんですね。で、写真の趣味というのは昔はなかったんですが、スイスにいる間にあまりにも景色がいいので、家族に見せたい、知人に見せたいと思っているうちに、カメラもだんだん一眼レフになってきて、三脚を持って行くようになってしまいました。それで撮りためたものはもう、1万枚をとっくに越しておりまして、その中から、皆さんにちょっとでも見ていただきたい写真展をやったらどうだどうだという声をいただいたので、今回こちらのご協力を得て、やらせていただくことになります。高城慶です。6月22日火曜日、東京大田区民ホールアプリコにて13時と17時の2回公演、朗読劇島森の塔が上演されます。戦中最後の沖縄県知事島田明を演じます。この作品で県民の皆さんに生きろと言い続けた島田明の言葉を大切に、命の尊さを皆様にお伝えできたらと思っております。公演チケット、配信チケット発売中です。ぜひともご覧ください。今回の、CM にちょっとリンクしちゃうんですけど、僕はやっぱりサーフィンして海に来ることが多いんですけど、ビーチクリーンとかすごくやっぱサーファーって率先してやるんですけど、僕らは今こうワンハンドビーチクリーンって言って、サーフボード片手に持って海に上がるんです。それを結構今こうサーファーの中でこう広まっててですね、みんなで集まってビーチクリーンやるのもすごく大事なことだと思うんですけど、一人一人が
その場で簡単にできるビーチクリーンってあるんじゃないかなっていうところで、そのワンハンドビーチクリーンってすごくいい試みだと思うので、ぜひなんかそう皆さんにもね、一人が広めればどんどんこう増えていけばね、海もっと綺麗になってくるので、ぜひやってもらいたいと思います。人知れずやってます。レ・ミゼラブル2024年度2025年度のオーディションの発表でございます。なんとこの公演は今の帝国劇場でやるレ・ミゼラブルの最後の公演になりますので、ぜひ皆さん夢を叶えたい方、そして何かチャンスをつかみたい方、この歌を歌いたい方、ぜひお待ちしております。このレ・ミゼラブル帝劇という劇場がもうとにかくあの劇場が鳴るんですよ。この鳴り方がですね、出演者にしかわからないこの客席と一体感、そしてオーケストラと生オケでそれを進めています。その瞬間がね、もううわーっと最後になって、もうこの今でももう思い出すだけでボロボロ涙が出てくるくらいすごく感動的な、レ・ミゼラブルが持ってる力っていうのかな、音楽の力が見れます。ぜひごめん涙出てきちゃったオーディションの思い出というのはたくさん面白い楽しいオーディションもありますが、こんなことやってみよう、こんなことやってみよう、シチュエーションがどん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 変わってくるんですね。そんなことを言われながらトライしながらやってみるというのも自分への挑戦だったり、それある意味その自分が持っていなかった自分の何かの蓋を開けてくれる瞬間だったりとか、本当に、ね、自分では考えられないチャンスがここのオーディションの中にはたくさん詰まってます。レ・ミゼラブルのオーディションを受けたのは1996年のことだと思うんですけれども、同期に本田美奈子もおりました。夏木マリさんもいたんです、同じ役で。私は絶対このこうでしょ、この格好でしょ、このスタイルでしょ、だから受からないと思ったんですね、全然ね。だけどね、よく見ると、そのオーディションのこのオーディションを受ける前にレ・ミゼラブルの本を読んだんですよ。マダム・ペナルティ、熊のような女って書いてあるんですね。そしたらジョン・ケアルさんが演出家さんだったんですね。演出家さんジョン・ケアルさんがあなたを10年待ってたと言われたんですよね。世界中がやっぱり原作に基づいてあなたのようなキャラクターを求めてたというふうなことでね、そういう経験があります。挑戦するということは楽しいことですね。すごい若い力が出てきたらいいなと私は思っております。この役どうぞ差し上げます。人なんてさ、だから善悪のギリギリだからね、要するに悪の心誰でもあるじゃん、ね、ないはずないじゃん、ないなんだけど、この善がちょっと勝ってるからダメだって言ってるから保たれてるようなもんで、これがちょっと悪が上に行っちゃったらこれはもう悪いやつになるね。それは51対49のもう僅差だ、大体の人だ、何かの瞬間にパーン。やっぱり俺は刑事なんだけどさ、ところでさ、それしかない。だからそこの刑事と伝えるわけじゃないかだけで、そんな嘘なんだ、取るの簡単なんだけど、刑事としてそのプライドが許すか許さないかっていうだけだから、あんたはそれ言いたいんですね、みたいな。こんにちは、ラニミキです。今回グラビア撮影をシュープレ初させていただきました。全然まだまだ慣れない撮影なんですけども、今回もプロフェッショナルなチームで撮れて、すごく素敵なものが撮れたので仕上がりが楽しみです。ぜひ皆さんにも気に入っていただけると嬉しいです。ではまた。前17、8年も前になるんですけども、日本テレビ系列でやっていた電波少年という番組で、検証生活をやっていたのは多分、はい、あーっていう声が上がりましたけれども、はい、それが多分皆さんが僕の
のことを認識なさった一番最初だと思って、ちなみにあの電波少年を見てたって方はどれぐらいでしょうか。あ、これは一気に数が増えましたね。まあ当然その前のね、お嬢ちゃん2人とか見てない、当然生まれる前の話なんでね。特にそのお嬢ちゃんたちは僕が人が出てきたびっくりした。なんでここから人が出てきたんですか。大丈夫ですか。あ、そうそう、なんか僕連れてかれるんじゃないか、電波少年の話をしてたから急に拉致されるんじゃないかみたいな、そういう話じゃないですね、吉谷さん。大丈夫ですよね、そんなドッキリいらないですからね。よろしくお願いします。はい、まあその電波少年という番組が、あって、まあ僕はその検証だけで、生きていくという生活を実は1年3ヶ月ぐらいですね、ずっとはがきを書いて、生活をするというのをやっておりまして、その時にまあ、まあある意味デビューというか、これ結構急に眩しめてます狙われてる感じですよね。ちょっと、はい、ちょっと、あ、なんか、あ、これが動いてるんだ。なるほど。切ります。一回そうですね。切っていただいたのが、はい、ちょっと。はい。ありがとうございます。はい。それがまあきっかけで、いろいろ、メディアに出させていただいたりとか、して、で、その電波少年という番組がですね、当時は、視聴率 30%。超えていたりということで、本当にたくさんの方に、見ていていただいていて、まあその番組があったきっかけで、まあいろいろ僕も、テレビに出たりというきっかけが、その後できてきたんですけども、その流れの中で、まあ実は僕あの福島県の、出身ということで、福島県だけでやるそのローカル番組で5年間ぐらい実は、レギュラー番組をやらせていただいていて、まあ福島県内実はいろいろこうぐるぐる回る番組をやらせていただいていたんですね。その時に、まあ、本当に、福島出身ということで、福島の方から、あ、なすび君地元だよね、福島だよね、頑張ってねっていうお声掛けをたくさんいただいていてですね、あ、ふるさとってやっぱりいいところだな、いつかやっぱり恩返ししたいな、なんか福島のためにふるさとのためにできることはないかなっていうふうに、思いながら、生活をしていたんですけども、そんな中で、2011年の3月11日に東日本大震災が起きました。まあ本当に、未曽有の大災害になり、僕はまあ正直、まあ、今住んでるのは東京に住んでるので、実際に地震があった時は東京、まあ、仕事で千葉にいたんですけれども、本当に、ものすごい揺れで、これはただ事じゃないことが起きたということで、僕も、思いを至らせるところがたくさんあった。まあ、その時にハガキ一枚一枚書きながら、本当にそれはあのその狭い部屋の中で誰一人いない、一人でずっとその孤独に耐えながら、ハガキを書き続けて、それを諦めないで1年3ヶ月続けられたその精神力があれば、まあ、エベレスト登山も、体力技術も必要だけども、最終的には本当に 7000m、8000m って酸素マスクをつけて酸素を吸いながら辛い中一歩一歩、また息を整えて一歩一歩ってこう前に登頂を目指して頂上を目指して進んでいくのは最初で孤独な戦いになると。でそういう戦いになった時に体力技術よりも最終的に一番キーになるのは自分に打ち勝てるその精神力だ、それが必要だ、でその素質をなすび君にはの検証生活を見る限りあるかもしれないっていうふうに言ってもらって、まあ、まずそのじゃあ技術体力をつけるためのトレーニングをちゃんとしてみましょうっていう形で、そこから実は道が開けてきたっていうのがあって、本当にそこでまさかそのであのエベレスト登頂を目指す時にその過去の電波少年 その苦労が生きるなんて夢にも思ってなかったんですけども、20年近く経ってからそういうふうに生きてくることがあるんだなっていうふうに思えて、で実際に僕もその7000m、8000m って、歩いて本当に、息を整えてまた一歩また一歩って本当に辛いんですね、本当に苦しいんですけども、その時にふと検証生活の時のことを思い出したら、あの時の方が辛かったと思ってやっぱりまたもう一歩踏み出せたんですね。実際そういうことが、まあその過去の電波少年ということが今回のエベレストにつながるってことでやっていたわけではないんですけども、そういったことが実際にありえるんだなということも、その時に思えたりもしました。あとはですね、その批判とか非難されていた中の一つの理由に、エベレスト登山って実はものすごくやはりお金がかかるんです、ね、陸上で言っても何かことがあった時にやらないで、あの時やっとけばよかったなっていう後悔と、やって失敗して、ああやらなきゃよかったなっていう後悔だったら、あの時やっとけばよかったなっていう後悔がやっぱ大きいらしいんですね。
なので僕は、まあ、ある意味、まあ、今日ねちっちゃいお子さんとかも何名か来てくださってますけども、本当に失敗を恐れずにいろんなことに挑戦していってほしいなっていうふうにも思ったりしますし、もちろん失敗しないに越したことはないですし、失敗するのを、最初から分かっていてやるのもバカかもしれないですけれども、でも失敗をしないで成功したことって、もしかしたらその成功の範囲ってある程度限られてしまうっていうのもあるのかもしれない。その失敗を経たからこそ得た時のその成功の成果っていうのが実は大きいんじゃないのかな。で、僕はこの3年間いろんなことも含めて、その過程とか経過も実はすごく大事なんですっていうことを言い続けてはきたんですね。さっき言ったように1年目、4年目、2年目、3年目って形でその支援の輪が広がっていったってことも含めて、結果が伴わなくてもいいんじゃないか、結果が全てじゃないっていうことも言い続けてはきてたんですけども、今回、まあ、こうして4年間、試練と苦難の中でもめげずに挑戦を続けてきた中で、登頂っていう一つの結果が得られた時に、こんなにこう波及力というのか、その伝わる、で大きなある意味たくさんの方々のこうお気持ちだったり心を動かすことができることってありえるんだな、やはりその経過や結果ももちろん大事、結果が全てじゃないけれども、その結果が伴った時にこういった大きな、まあ達成感だったりというのか、そういうものを、まあ、味わえるっていうこともあるんじゃないのかなっていうことは感じてはいて、やはりこの3年の、失敗も無駄じゃなかったんじゃないのかなっていうふうに、思えたりもしています。なのでその失敗を恐れず、考えるよりもまず行動を起こすっていうことが、実はやはり大事なんじゃないですか。ミュージックボイスをご覧の皆さん、赤瀬あかりです。私は前々からコスプレが趣味なんですが、最近でもずっとコスプレが趣味で、そんな趣味のコスプレを今回の MV でもざっくりやっているので、たくさん見ていただければ嬉しいなって思います。最近はアニメを見てる機会が多いので、あんまりコスプレに熱中はできていないのですが、漫画とかアニメをたくさん見ているので、またどんどんいろんなキャラクターをやっていけたらいいなって思っています。今回の声の行方もたくさん聞いてください。笠井あかりでした。これからも頑張ります。よろしくお願いします。まずシンプルに嬉しいですし、一足先に、もちろん僕は出てる側の人間なので映画化発表するのも知ってましたし、皆さんドラマを見てる最中に映画化しないんですかとかいろんなコメントをいただけてたので、ようやく、最終回終わってしまう悲しさもありますけど、ドラマが、次映画あるよっていうハッピーなニュースを届けられたので、なんかトレンドにも入ってましたし、すごくありがたいなって思うのと、早く皆さんの元へ行けたらなというふうに思います。次は映画館で、やっぱ始まり方とかも同じ、ドラマと同じなので、なんかドラマ見てる人は、あ、これこれこのオープニングとか、なんか そういったものを感じれる作品ですので、見てた方も見てない方でも楽しめると思いますし、映画版は映画版で、ご飯が関連してくるのはもちろんなんですけど、どちらかといったらその会社でのあれだったり、おかずくんが新しく与えられたミッションといいますか、任務に全うする時のそこでのなんかアクシデントだったりとか、そういう仕事関連のこともすごく増えてきているので。ヘロリナちゃんヘロご視聴の諸君、大変久しぶりでございます。すいません、本当にヘロリナちゃんヘロ2024年はめちゃくちゃ更新するっていう目標を掲げてたんですけれども、俺様の中ではいろいろ新しく始めたこととかもあったり、ちょっと体調崩してたり、忙しかったり、いろんなことが重なっちゃって、結局全然更新できてなくて本当に申し訳ありません。全然更新してないのに、まだチャンネル登録してくださってる諸君たち、
You know, sometimes sunshine turns to rain.
I can't go a day without
Celebrate Mother's Day weekend with Jagged Edge. Be back with my baby. Jagged Edge. And Genuine. Genuine. Live Friday, May 6th, Arena Theater. Jagged Edge. And Genuine. Friday, May 6th, Arena Theater. Get tickets at Arena Theater box office and Ticketmaster.com. Presented by Young Fly Entertainment. Oh,
just do it on the spot, okay? You gonna stay with me? You know what I'm gonna do. Tell someone you love him. Tell him you love him. Do it now right away. Seriously, I mean, it's not like it's brain surgery or open heart. I mean, it's just singing, it's having fun. I'm gonna do a song for you right about now. Very pretty song. A tune. I'd like to do this song for all of the ladies in the house.